幕目か。こんばんはだ、みんな。こんばんは、こんばんは。やっほー。お腹ペコペコ。ウーバーイーツしました。最高。なので、おい、何かという、ちな何かというと、でちょっとね、私ね、ずっと最近まあ普通に何ていうの、食事制限をずっとしてて、まあ今もしてるんだけど、まあなんかせっかくだからと思って、ちょっとしっかり、まあお米も食べたいなと思って、ここ最近ずっと我慢してたので、まあ今もなんですけど一生なんですけど、じゃーん、すき家の牛丼です。普通のやつと味噌汁と卵、イエーイ、最高。食べるぞ私は。よし、紅生姜もねかけて、そう、並盛り、普通のなんか肉増やしてもよかったな。そう、ゆかさんパーカー、私キスギ説があるわ、ほんと。この前のツーショット撮影会でさ、ファンの方がさ、結構なんか多分 2、3割ぐらいは2、3割ぐらい、私のルあのレーン並んでた人ね、2、3割ぐらいゆかさんパーカーでおもろかったんだよね昨日もやっぱちょっとこの時期ちょうどいいのよ。でなんか何服着ようっつって、どうしようっつって、うろうろして、やっぱゆかさんかっつってやっぱゆかさんパーカーかと思って、そうそうそうね、まあそんな感じでね、このあとあとまあ20分ぐらいかな、ぜひお付き合いいただければと思います。よし、じゃあいただいてもいいか、牛丼いただきます。味噌汁もね頼んだから、味噌汁、あ、待って、写真撮ろう、そう、記録してんだ、分かんない、もうランキングも更新されたね。私はちょっと追いかける形ですけど、よいしょ、よいしょよいしょ、折り返したからね、早いね、うん、よし、いただきます。ちなみに朝ごはんはちゃんとコンビニ行ってグリーンスムージー買ってね、食べたんだ、飲んだか、なんか朝ちょっとあんまり固形物食べれないなと思ったから。いただきます。うん、そうなの、もう折り返しなんだよ、早いよね。
よかったらね、お星様投げたりカウントだけでもしていただけたら嬉しいです。よいしょ、おいしい。味噌汁って本当うまいっすよね。みんなも今ちょうどお昼ぐらいかな。一応それをね、お昼休憩を狙ってこのスケジュールにしてるから、うまいっす味噌汁。ちょ、牛丼食べるか。久しぶり、いただきます。牛丼好きだよ。いただきます。優勝。あまりにも優勝、あまりにも優勝です。あ、ギフトもありがとうございます。ん、あ、クマタワーありがとう。待って、いつの間にありがとう。クマタワーいただいてました、ありがとうございます。普通、私もうめちゃくちゃスタンダードの並盛りにしちゃったからさね、梅雨だくの方が良かったかな。味噌汁ほんとうまいですね。うん、味噌汁を完食。そう、生卵もあるから ちなみにこの部はね、星3周できるような、まあね、さっきの部参加してくださってる方はとか、まあフルで参加していただける方はこの部は一応3周になってますね。でカウントもお忘れなくしていただけると大変私が嬉しいです。うまっ。みんなお昼ご飯何？星集め？昼ご飯なんて食ってらんねえ、星集めだっつって3周回ってるのかな。そんな、食べて食べて。牛丼だった？お揃いじゃん。いや、まあ、めちゃくちゃ庶民的ですけど、やっぱ牛丼本当に美味しいですよね。お昼ご飯エビフライ。え？エビフライオンリーってこと？エビフライ定食みたいな。あんまさ、お昼ご飯のメインがエビフライになることってあるのかな？あるか。じゃがりこ。ちゃんとさ、お菓子じゃなくてさ、ご飯も食べよう。ちなみに私はお菓子あんまり食べないんですよ、実は。ご飯が好きでね、なんていうの、いわゆる飯系が好きなのよ。甘いものとかも好きだけど、別にそんなにいいやって思うから。ポテチ食べてる。みんなお菓子ばっかやん。お弁当？お弁当か、いいね。最近お弁当作ってもらったりとか自分で作ることっていつあったかな。記憶ないわもう。お弁当作ったことはないし、あ、まあ
自分が高校始まってすぐの頃あったっけ。うん、うまっ。牛丼の何が美味しいってさ、玉ねぎが美味しいよね。いや、お弁当ね、うん、多分何回かはあるんだけどさ、その地元埼玉に住んでた時に、学校行く時に多分何回か作った気もするんだけど、でもまあ結構やっぱ母にね作ってもらって、遠足とかねそういうのはねありますよね。遠足か、遠足、大人になってから遠足って行くことある？社員旅行とか慰安旅行。はむ、うまいなマジで。最高よ。うん、ギフトもありがとう。お星様もたくさんありがとう。みんなよし、卵割ろう。棚で割るっていうね。あ、やばいやばいやばい、やった、やばい、ちゃんと割れなかった。頑張れ。はい、ナイス。殻が入るところでした。そう、生卵、いや、あると嬉しくない？なんか得した気分にならない？あ、また変なところに入っちゃった。なんかポケットみたいなところに入っちゃったよ。ちゃんと牛丼に絡んでくれない卵が。いや、諦めよう。ダムみたいになりました。あ、ギフトもコメントもありがとうございます。ちょっとなんかこう食べ進めたところに入っちゃった、だからちょっと取り出せなくなりました卵。まあいいや、美味しいから何でもいいよな。うん。はい、うまい、優勝。本当に、いやさ、やっぱなんか美味しいもの食べると幸せだよね。最近私食べることが義務になってて、まあそれはそうなんだけど、なんかこう味わって食べるみたいなのが最近できてないんだよね。なんかそう、これを食べておけば別にいいかなみたいな、そういうさ、なんかそういうマインドで今やなんていうの、ご飯食べたりするからもったいない。人生って食べられるもの限られてる中でさ、やっぱ美味しいもの食べた方がいいっていう理論は間違ってないよね。もうね、そう、この間東京でツーショット撮影会があって、その時にいただいたお弁当が、私が仕事をしてるお弁当ケータリング史上一番美味しくて、マジで一番美味しかったの。そう、だからなんか機会がある時そこのお弁当屋さんなのか、なんだろう、カフェなのか分かんないけど行こうと思ったね。マジで一番うまかった今までのお弁当の中で。どれも好きだけど、なんか洋食
創作洋食料理みたいな感じでね、めちゃめちゃ美味しかったよ。全部美味しかったの。なんかお弁当とかだとさ、たまにさちょっと癖強めの味付けの漬物とか入ってたりするじゃん。なんかそういうちょっとなんか味に癖があるもの あるなっていうものがなくて、でも別になんかもうただ普通の味じゃなくて、いやなんかとにかく美味しかったんですよとにかく美味しかったの。多分カフェとかの系列なんじゃないかな。なんだっけな、いや写真撮ったんだよね。いつだったっけ。東京10月1日だっけ。あ、そう、これこれ、なんかなんだろう、タコ全部なんかね、キッチュみたいなのとか、なんかマカロニみたいな、マカロニじゃないか、これアラビアータみたいな、あと鶏肉と なんかみたいな、そういうやつだったんだよね。イタリアンだって。あ、これだ。ん？西麻布。ここで合ってるかな？あ、ここだ。港区オステリアって読むのかな、オステリアトットっていうレストランなのかな、これで、なんかケータリングとかデリバリーもやってて、めちゃめちゃ美味しかったっすね。西麻布、西麻布だけじゃないのかな。そう、めったお茶、おしゃれおしゃれな感じみたい。なんか六本木にもあるみたいだね。同じ系列かな。あ六本木、あ違うわ、同じ場所だったわ。西麻布が六本木なんだわそう、ここめちゃくちゃ美味しかったっす。おすすめ。多分なんかあれみたいだね、コースとかもあるし、普通にランチでも入れるようなそういう場所みたい。あ、そんなことねえわ、コースが基本的か。あ、でもなんか普通に気軽にも来れそう。最高じゃん。だからちょっといいイタリアン料理店みたいな感じですかね。
そう、ここめちゃくちゃ美味しかったからね。そう、私もいつか普通に遊びに行きたいレベル。だって写真撮ったんだから、私そのお弁当についてる紙の名前書いてあるやつの。うん、そう、美味しかったんすよマジで。まあ牛丼も美味しいですけどね、もちろん最高だよ牛丼も。七味かけよう。もうすぐこの分終わっちゃうね。ギフトもありがとうございます皆様、ありがとう本当に。まあまだね、折り返しなんで、まだまだよいしょ頑張れたらと思ってます。まあ配信中にはねちょっと完食はしないけど、この後食べますもちろん。次の部は2時半だっけな、うん、お絵描き。何しようかな、特に何も決めてないけど、まあなんか落書き系で20分しかないので、こうコメント見ながら落書きでもしようかなと。ね、星2周だと一旦みんな一回その星集め行かなきゃいけないから、一番最初星投げている時と最後また星投げに戻ってきていただける時とで、イラストがなんかあいろいろ増えてるってなってたらいいなと思ってます。うん、よし、ということでね。いやこの部どうですかね、3周できた方もいるかな、ありがとう喉が鳴った、ありがとうございます本当に、たくさん目がかゆい目がかゆいですね今ちょっとね、カウントもねお忘れなく、ありがとう本当に。いやなんかあの結局ね、私9時以降寝なくて起きたまんまだったの。まあでもちょっと今ご飯食べてるからさ、この後眠くなる可能性が高いんだけど、まあね仮眠取りつつ、みんなもねお仕事のね忙しい中とかでもありがとうございます。それでは男女読みます13位ルカさん、12位マルさん、11位ゾンさん、10位ワオさん、9位ベロさん、8位ユタカさん、7位、雪だるま子さん、6位星太郎さん、5位東吾さん、4位市田さん、3位ひろしさん、2位昔からおじいさん、1位よしさん、みんなありがとうね、クマタワーとかもありがとうございます、ギフトもありがとう、お星様投げてくれてありがとうみんな。それではまた、後でお会いしましょう、2時半にお会いしましょう。午後からもお仕事頑張って、またねー。